実はですね、はい、ちょっとラジオっぽいことやってみようかなと思います。バイリさんとかサクちゃんとか、したした高校卒業してどうですかっていうの喋ってなくない？本当にいいのこれで？余裕やった。これはすごい。これ息ですか？はい、息です。うえ、これもショットガンマイク、やば。あれ、 iPhone レベルアップしました。はい、おい、なんか久しぶりにユートスタイルじゃん。よいしょ、どうぞ。聞いた、タカタカタタタ、どうしようか、まあ、それも含め。ああ、そうね。あ、そうする。いいね。じゃあいきますよ。はい、せーの、イエーイ。いや、まっちょっと、せーのって言うから何だろう。始めましたら、でも、ハイジテーションじゃん。あ、それいいか。あ、それか、それか、それか。いきます、せーの、はい。どうも、ハイジテーションでーす。よろしくお願いします。来た来た来た。あー、これいいか。本当に入ってるんですか？マジで、ね、そうなんだ。これだから耳に響いてね。これはこれ、これ、これ、あ、それも来てる。これも入ってる。ちょっと、やめろよ、お前は。一回止めるか、この動画。うるさいんだ、うるさいんだ、うるさいんだ、これ。こういう用意をしていただきましたけど、はい、何やるんですか？実はですね、はい、ちょっとラジオっぽいことやってみようかなと思いまして。ストーンズさんがストラジってやってたじゃないですか。ああ、やってますね。あれにちょっと習って、まあリスペクトですね。まさにリスペクト、リスペクト。僕たちもやってみたいなって、もう結構前から話してたんじゃないですか。ね、ラジオやりたいと。ラジオがないからラジオがやりたいって言ったのに、うん、ラジラーさん始めた瞬間にこんな企画を、うん、い思い出したかのように、思い出したかのように。いや、僕たちも経験してから安心してくれたんで。かぶってんだ。でもラジラーもやっぱりその選ばれたその3人とかで今やったり、5人はないね。5人はないね。やっぱちょっと YouTube ではちょっと5人でこうやってやりましょうよ。ラジオ風でね、聞き流していただければありがたいかなみたいな感じで今日はお届けしていきたいなと思うんですけど、まず一番最初、やっぱ名前じゃないですか。あ、この、これの、これの、この、この企画っていうか、この企画の、これの、どうする、一人一個出そうよ。うん、なるほどね。なるほどね。いいことでしょうよ。どうしよう、なんとかなるだろうと思ってたけど。いや、俺もちょっとね、他の人に任せようと思ってた。今、ストラジはストラジだもんね。ストーンズのラジオ。ストラジ。あれは川崎兄弟の土曜日ラジオ、あれはあの、アイラン TV でやってる。そうそうそう、ね、川崎兄弟と10分のラジ、10分ラジオがやってる、ね、いいね。いや、全然思い浮かばない。なんですかね、ラジチューブ。ラジチューブちょっと俺たちのなんかさ、いや、いいと思うよ。いや、なんか俺、いい、うん、誰がやってるか分かんないよ、ね、確かにそうだ、ね、俺、さ出すじゃないよ。俺ね、ハイトーク。あらあらあら、そのハイテンションでトークもいけるし、ハイハイのトークでもいける。いいじゃん、なるほど、ね、いいの出てきてる。それが思い浮かんだから全員出そうぜ。ハイテンションには本当に感じたけど、俺今もともと思いついてたってこと？うん、さっきここに座った瞬間に思いついた。思いついたら、うん、ずっと思いついてるけど思いついてないふり。正解を決めたわけ。急に出したら恥ずかしいじゃん。一番楽しみにしてる人じゃん。なんかこいつ楽しみじゃん。いや、いいじゃん、いいと思うよ。いや、ハイトーク、いいじゃん。じゃあハイトーク、ハイトーク、やった、やった。もうこれあれじゃ、普通に文化祭何やるか言ってくださいから。俺が、おい、うぅ、文化祭のやつじゃん。じゃあ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 、はい、じゃあハイトークって出しててください、ね、よし、きた。いや、ってことでじゃあ、じゃあ改めてやりますか。アメトークじゃん、アメトークじゃん。だから響き良かったよ。聞いたことあったよ。なんかさ、なんかさ、よくさ、バラエティとかのなんとかなんとかでもいいけど、はいはいはい、ラジオですから、ね、はい、今日も始まりました、ハイトーク。あー、いや、そうそう、いいそれ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 、やってみよう。はい、皆さん、今日も始まりました、ハイトーク。今日もよろしくお願いします。お願いします。あれよりもローなんだよね。そう、メインパーソナリティ、ね、じゃあ、こうなるから嫌だった。こうかっこいいって言うよね。めっちゃおしゃれなさ、ね、ジングルとか流れるじゃん。ほんとにいいのこれで。いや、いいよ、これが一番いい、ね、俺らのブログの電気もこんな感じで決まったじゃん。確かに。あ、そうだ、電気。あ、いいね、てことね。そう、僕たち、あの、あれ、ジャニーズウェブでブログやらせていただいてるんですけど、そこのね、電気っていう名前でやらせてもらってる。そこのタイトルも、こんな感じのノリで決まったよね。こんな感じで決まったよね。電気。いいね。こういうテンションでちょっと決めていくんですけど、ちなみに今ちょっと出てきたんですけど、オープニングのこの音みたいのは、ちょ、佐久間のピアノとかにも後でつけるってこと。これ後でつける。ジングル、うん、すごいね。ラジオっぽいね、ほんとラジオっぽい。ラジオっぽいじゃん、それ。最近佐久間そっち側にも回り始めてるからね。ちょっと制作人制作人の
ペダル踏んだ方がいいんじゃない。これで上場なのではないかと、いいんじゃないでしょうか、うん、ね、これ差し込まれるということで、差し込まれているでしょう、でしょう、はい、じゃあ楽しみに、はい、ハイトーク、すごい、もう一回聞いて、はは、何そこだわり、ハイトーク、さあ、ということで、はい、まずですけど、あ、テーマのやっぱり今もう僕たち高校全員卒業したじゃないですか。したね。しましたね。いよいよガリさんとかサクちゃんとか、したした、高校卒業してどうですかっていうの喋ってなくない。いや、そういえばそうね、確かに、あの生では喋ってない、喋ってないね、あんま喋ってないですよね。どう変わった。いや、何も変わらない。もう本当にちょっと習慣だったその朝の登校とかがなくなったぐらい、感覚としては全然変わらない。逆に今学校行けって言われたら行けるぐらいの感覚。おー、そう、仕事が長くできるようになったっていうのはそうだね、実感としては普通だね。そうだね何の変哲もなく。ガリさんはどうですか。回ると思う。強気。じゃあまあ俺らは知ってるから。悪くないの。ないんだなそれが。あれガリさんが無事卒業できたら大きい。そうだね。あ、そうね。本当にちょっと卒業危うかった。いやいや、今だから言えるけどさ、そうじゃん。いや、まだちょっと早いけどね、そのまだ今だから。もう今いける。まだ今だ。もういけるよね。卒業したんでしょ。卒業したんでしょ。じゃあいける。ギリだったでしょ。卒業危うかったから。去年ぐらいからずっと言ってた。いや、マジでやばかったよね。計算した結果やばさ。俺もう1年高校行くかもって。2年のケツにはもう絶対3年じゃ終わんないそういう、で4年生で行こうっていう計画してたけど、ね、でもね、卒業できたね。いや、すごかったよね。いや、素晴らしい。卒業できました。じゃあ次の話に。いや、決まった。さあ、ということで、特殊だね、帰りたいと思いますけど、帰ってきましたよ。さあ、ということで、どうしましょうか。続いて、あ、来た。そうですね、2人とも成人迎えましたけど、はいはいはい、ありがとうございます。ちょっとこういう話に繋いでいく。逆になんかあります。いや、いいですよ、決まってないんで。いや、じゃあもっとなんかもし何々だったらとか、そっち系かと思ったね。なんかそのちょっとディベート的な。うん、いやいやいや、そっち系これ縛りないんで。なるほどね。あの、一応こっちに任せて、一応出してくれてんで。で、じゃあ何派かにします。ディベートしてみます。ディベートします。ディベート。ディベートって第1回でやる話やばい。ディベートって何？討論。なん討論。なんなんて例えばじゃあ。まあ犬派猫派とかさ、山か海どっち？そうね、山チーム海チームで。今年の夏行けるならね。行けるなら。あ、この夏に行けるとして、行けるとして山か海か。ああ、山か海か。まあでも現時点で海が決まってるわけだから。なんで？なんで？俺も釣りでしょ？釣り。あ、また別か。記憶から消した？ああ、やべえ。あったね、そういえばね。やばいね。あれマジでやばいね。夜の2時間の筋トレやばい。いや、そこは俺もびっくりしてるけど。あれはともおかしい。俺がいじるやばい。じゃあマジでやめない。いや、ダメだよ。温泉入った後1時間河川敷で散歩したんだよ。運動派なんだよ。いや、温泉じゃなくて銭湯でしょ、しかも。銭湯入った後で運動なんだ。そう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 。まあ俺は楽しみよ、結構。ちょっとね。いや、ほら乗ってくれてる。俺楽しみ、救世主。釣り6時間だよ。救世主で。釣り6時間で1本。釣りは2本できない。釣りは絶対1本だな。釣り1本料理1本。釣りなんて料理1本、料理1本、動画なんない。ドライブ1本。こいつ見よったぞ。いやいやいや、じゃあでも動画でも再生数じゃない。やったことがないじゃん。いやいや、どっちも大事だと思うよ。どっちも大事だ。どっちも大事だと思うよ。お願いします、見てください。お願いします。どうしても俺たちが釣りを2本にしちゃって見てください。全力で楽しんでほしい。釣りに。じゃあちょっとそれではね、改めて何だっけ、何の話、ディベートですね。ディベート、山派海派、山派か海派か。5人で行くパターン、5人で行くのか、デート。俺はデート、熱くなれる気がする。あ、そう、じゃあデートで行こう。2人にしよう。2人にしよう。 OK、いいよ。じゃあ行きますよ。山派か海派か。せーの、海。ちょっと待って。ちょっと待って。そうだ、なんだよ。やばいやばいやばい。はい、はい、皆さん、はい、どうぞ。海、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 海。これもさ、いやよ。海のいいところについて話すだけになっちゃう。海っていいよな。逆になんで山無理だと思った。え、無理じゃない。無理だよ。俺も別にダメじゃない。いや、最終判断どこだったの。俺は、
体を見したい。あ、自分のね。他の人たちと並んでる時にやっぱちょっといい体をしてるわけじゃん、うん、正直ね。 そうね、うん、そこでさらに惚れさせたい、うん、あ、なるほど。休日そこかな。なるほどね。なんかね、ガリちゃんどこですか。夜虫替えだから。あ、そういうことか。そこまに行くまでの過程が楽しいかなって。海の方がなんか海に入るとかじゃなくて防波堤っていうのかな、なんかああいう石段とかに座って、まあ、いい、眺めたい。そう、なんか黄昏たい派ね。あ、そうそう、なんかこういうサンドイッチ食べたい。あー、ハンバーガーでもよくない。全然いい。焼きそばとかでもいい。そんな焼きそば食べたい。俺も完全に海派なんで、やっぱ熊とか怖いじゃないですか。確かに、まあ、危険多いね。なんだその格好は。見た目から入るタイプだから。いや本当に熊とか出てきたらもう俺たちおしまいだよね。俺が倒すから大丈夫ですよ。見た目から入るやつ大体熊倒せる。あ、熊倒せるということで、おい、今日はねディベート企画を。ディベート企画じゃない。いつの間にか。違う違う、今日ディベートでしたよね。わかりました、ディベートでした。それでいきましょう。ハイトーク、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 今日お送りしてきましたけれど、どうでした。え、楽しかったよね。楽しかったね。いや、俺はちょっと次はもうちょいラジオっぽいことを考えてからやろう。確かに、なんか今もうよく何もなかった。そうね、ディベートやろうとか言って。楽しいね。なんか何もやっぱりいつも話してるの楽しいじゃん、ここで。確かに ねこれがやっとお届けできるわけだよね。そうだ ね、こういう企画も今後できると思うと楽しみです。はい、でも今回やって楽しかったし、ね、ちょっと高評価だったらね、うん、やってみたいなと思いますんで、ぜひ皆さんこれからもよろしくお願いします。じゃあ言いますか。はい、それじゃあね、皆さん今週もありがとうございました。また来週も見てください。よろしくお願いします。せーの、はい、よダメだこれ。深くなこい。あ、ダメ。はい、このアップがいい。オッケー、もういいね。分かりやすい、それで。あくまで見えた顔で、顔だけじゃない。ああ、もうみんな手の奥が。三番何これ。なんかさ、修学旅行のさ、写真選んでる時みたいじゃん。確かに。これ写ってるよ、とか言って。